はーい、お疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、ある盗難のお話なんですけど、その犯人がやべえぞーっていうのと共にですね、警察もやべえじゃねえかーっていうことで、めちゃめちゃ炎上してるね、そんなお話になるんですけど、ま、あ最終的には SNS の力によってですね、警察も動き始めたぞーとか、特定犯が動いたーとか、いろいろね、えー、いい方向に転がったみたいなんで、SNS の力やっぱすげーっていうようなね、そんなお話なんですよ、ね えー、まあ、ざっくりお話しすると、ある人がですね、玄関先にハロウィン用の飾りを飾ってたら、そこにおばちゃんが来て、持ってってしまったんだーっていうことで、完全に盗難なね、事件なわけなんですよ。その様子が監視カメラとかにも、がっつり映ってたわけなんですけど、警察は、え、そんなカメラの映像なんていらないよみたいな、まっつーさをする気がないような動きをしてたわけなんですよね。せっかく証拠なのに、え、いらないんですかみたいになってたわけなんですよ。だから被害者もえー、ふざけんなーって ちゃんと捕まえてくれーっていう話だったんですけど、それをね、SNS に投稿してくれたおかげで、めちゃめちゃ話題になって、Twitter、まあ、探偵団、えー、ネットの 特定犯がね、動き出しんじゃないのかーっていうような話にもなってたんですけど、ことが大きくなって、メディアとかにも取り上げられてですね、最終的には警察も動き出すぞーっていうような話なんですよね。まあ犯人も顔がっつり映ってるんで、すぐ捕まるんじゃないのかなと思うんですけど、SNS の力でやっとみんなが動いてくれたーっていうような、そんなお話ですね。ということで内容を見ていこうと思います。元道のチャンネルではジジにゅうすけのことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。と,いうことで これね話を滝沢さんがまとめてくれてるんですけど話題だーって子供たちが楽しみにしているハロウィンに玄関先のリース飾りを盗む迷惑ババアが出現したぞーっていうことでこんな感じでねこのチョコニャンさんっていう人がねえハロウィンの当日に子供のために飾っているハロウィンのリースを盗まれましたーって作家さんの一点物です返してほしいですということでこんなおしゃれなハロウィンのリースが盗まれたぞーっていうような話なんです そしてこういう風に監視カメラの映像もあったりするんですよ。この感じであ,のあるおばちゃんがここに入ってきてて,て窓から、えー、家主の様子を伺いがいということでこんな感じで伺って窓から人がいるのかどうか多分確認してるんだと思うんですけどその後玄関の,このリースを持っていくんですよ。 パクっていくんですよはあふざけんなーっていうようなね行動してるわけなんですけど、まあ、だから被害届をね警察に出したわけなんですけどこんな感じでねツイートしてて被害届出したんですが監視カメラの映像も提出できることを警察に伝えたんですが必要ないって言われて探す気ゼロでしたってえいや監視カメラにガッツリ映ってんだからさそれ提出して警察の捜査にも役立つはずなのに警察いらないって言ったらしいですよね。 えーってなりますよね。それ探す気ゼロって言われてもおかしくないんですけど、本当に警察からしたらどうでもいいことなのかもしれないけど、動いてほしいですって、えー、子供が今日保育園でハロウィンパーティーで仮装して張り切って玄関出て、え リースないっっっってててな落ち込んんでで保育園行ったんですよっていうことでね、まあ子供も落ち込んだりだとかしてるそんな状況で、かつこうやってね、何が怖いって、私がいる部屋を盗む前に一回覗いてるんですよ。窓の外に目があったのが一番怖いって覗いた後に、オッケー大丈夫だ、取ってやろうっていうのはな、そんな犯人がやべえっていうことなんですよね。それはたまたまその覗いてるところにね目あったらむちゃくちゃ怖いよね。まあこういう話が話題になって、おい、警察何してんだっていうのがね、 批判殺到するわけですよねできることは警察署への苦情かなって、あとは特定班頑張れーっていうことで、ネットの特定班も頑張ってほしいけど、警察署へ苦情した方がいいだろうとか、え他には、これで特定できたらすごいなって、警察は仕事して、怒ってるぞーみたいなね、顔文字のね、こんな意見だとかもあったり、他にも、証拠がバッチリあるのに、後ろ向きって、じゃあそんな警察やめちまえよって感じですよねって、いや、そうだよね、犯人が映ってるよっていう映像 映像があるのにその映像いらないって警察が言ってるんですよ。 なんじゃそれっていう感じがしますよね。で、他にもこういう意見があって、あまり知られていないのですが、被害届は犯人を逮捕してほしいという意味に捉えられませんって。もし本気なら告訴と伝えて告訴状を出してください。被害届だと事件にするかしないかは警察任せになる場合があります。被害届は単に被害をあったことを伝えるだけ、告訴状は処罰を求めることです。ということで、元光も動画で話したりするときに、たまにこの話題になるんですけど、被害届は はあくまででで警警察察へのの報告なななんんすすすよよね絶対警察がその案件に関してあの捜査をするとは限らないわけなんですよ、まあ、こちらの、えー、弁護士さんのホームページにもあるんですけど被害届と告訴の法律上の違いって被害届と告訴の違いの一つ目は捜査機関に捜査をする義務が発生するかどうかという点です被害届を捜査機関に提出したとしても捜査機関は捜査する義務を負いませんって絶対に捜査しないといけないわけじゃないんですよあくまで 一方で捜査機関が告訴を受理した場合捜査機関は捜査する義務を負うことになりますって、まあ、この被害届と国訴 っていうのは同じその被害者が出すものに変わりはないんですけど内容が結構変わってくるわけなんですよねもちろん酷訴って普通の人はあんましないと思うんであの弁護士さんにお願いしたりとかするみたいですけどまあ、自分でも出せなくはないみたいですけどねまあ、そういう違いがあるんですよねそして酷訴を受理した場合は捜査を絶 絶対しないといけなくなるんで警察もこれを受理しない場合とかもあるみたいなんですけど、まあ、さっきのネットの意見だとこっちを出した方がいいぞっていうような、ね、アドバイスなわけなんですよねただこれ結構ハードル高いんですよ、まあ、自分でもできなくはないみたいですけどただやっぱりそれを受理すると警察も義務を負うということですやっぱりハードルは高いみたいなんですよね、まあ、自分でやればゼロ円ぐらいの相場だっていう風うに当たり前ですけどねけど行政書士に頼んだりしたら三万から五万とかかかったりだとか あと、司法書士に告訴状を作ってって言ったら3万から5万かかると。で、あと、弁護士さんにお願いしたら、その後のサポートも踏まえて40万円ぐらいはかかるぞーっていうような話なんですよ。まあ、今回の場合だったら、その証拠とかも残ってるんだから、被害届でちゃんと捜査してよっていうような、そんなお話だと思うんですけどね。なんで警察はそんな証拠を拒否するような後ろ向きなことしたんだろうって感じがしますよね。まあ、もちろん後ろ向きではないのかもしれないですけど、ただそれ それれを拒否ししたら、らやる気ねね。って捉えられてえもおかしくないよ、ね、で、まあいろいろ拡散されまくったんですよ。で、そして、まあ、警察への批判も殺到した中で、このチョコニャンさんはね、被害者、たくさんたくさんリツイートしていただいて、拡散していただいて、ありがとうございますまだ決定ではないのですが、明日の夕方のフジテレビさんで取り上げられるかもしれないですって拡散された結果、 ついにメディアにも出るぞーってちゃんと決まりましたらご連絡しますそしてコメントたくさんで追えなくなっていますお返事できなくてごめんなさいっていう風にねツイートされててでね実際にフジテレビ系列の記事でこういう風にね出てて報道もされたりしてるわけなんですよねふざけんな警察っていうのが世に出回っちゃったんですよその結果か分かんないですけど急に警察から電話がありとりあえずこの動画が欲しいとのことで後でデータを取り出して いいいらっっしししゃまますって進展しましたたたくさん拡散いただきご協力ありがとうございますっていうことで、まあ、これ報道される前ではあるんですけど報道されるかもっていうようなねこのツイートの後に警察から電話があって。 やっぱり証拠くださいって言いい始めたらしんんですよねなんじゃそれって感じがしますけど、いや、こんだけ拡散されて批判殺到したら警察って動き出すのかっていうような疑心暗鬼みたいなね、そんな感じにもなるようなひどい話ですよねこ。これだけ話題にならないと警察動かねえのかよってなっちゃいますよね。まあととはいえとりあえりずね SNS の力によって で警察も動き出したっていうことで監視カメラの映像からもね顔とかもがっつり映っちゃってるんですぐに特定や逮捕されるんじゃないのかなと思いますということで、ね、ネットで行けばビ、ね、見ていこうと思うんですけどうちも過去に玄関のリースとかポスト横の置物とか寄せ植えの花とか盗まれたことがあったってえこういうのって結構あるのかな以来防犯カメラを設置したわって気づかれたのかそれ以来ピタリとなくなった窃盗ですこれはっていうことでこの普通 普通にして帰るる人がいるわけちょっと理解できないんだけどね。とか、他には、被害届は捜査義務がないので、自分の仕事を減らしたいし、警察はこのように怠慢します。お尻をきくださいって、まあ、100%そうとは言い切れないかもしれないけど、でも普通そう捉えられるよね。なので、被害届を出して、安心してはダメだって、やはり検察が結論を出す必要がある、刑事告訴すべきですということで、まあ、経験した人だったら、まだね、えー、そういう方法もって思うかもしれないですけど、 普通の人はやり方もわかんないしどうしたらいいかもねこのわかんないよね普通被害届出して警察動いてくれるものって思ってますからね弁護士に依頼すると費用がかかりますが被害 程度によっってては出費もやむなしですっていやーでもやっぱり普通の人からするとハードル高くなりますよね確かに取られたって困ってるとはなるんですけどいやいや告訴より被害届でなんとかしてくれよって思っちゃいますよねとか他には警察が被害届の提出された事案について提出された証拠を受け取らずに断るってありなのかーってあまあ確かにそうだよね なんでここで断るっていう選択肢があるのかがわかんないよね。仮に捜査をしないんだとしても、とりあえず証拠ありますって言われてんだからあ、じゃあもらっときますってなるのが普通なんじゃないのかな、えー。証拠に採用しないことはあるだろうけどってそうだよね。受け取らないっていう選択肢があるのは意味がわかんないよね。 こちらをいいね。させていただきますね。とか他には警察がやる気ないって昔なら泣き寝入りだけど今は SNS で拡散してワイドショーで取り上げられ死刑にされるこういう部分ではいい時代かもねって警察仕事しろーっていうふうに言われてますね。SNS の力いいことだーってうまあ、上手い方向にね使われれば SNS の拡散っていうのはすごくいいことですからね。とか他には無断侵入不法侵入のキモさがこの件で伝わってほしいって道路族被害者なんかしょっちゅうされて ってまあ、これだってさあのリースを取らなかったとしても家の敷地内に入ってるってことだもんね。 <laughs> で子供でもめちゃくちゃキモいよ。親は離れてやべって感じ出すけど、謝罪もしないっていうことで、これ、勝手にこの敷地に入ること自体もアウトだからね、うん。ということで、今回の動画は以上です。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元光のチャンネルでは、じじニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。